老三一じゃん。ねえ、余裕の一じゃんですね。喉乾いてきたな。冷蔵庫早くしねんけど、机が、とりあえず机が来ないことにはね、机とソファーを置かないことには何もできないんだよね。まあまあね、少しずつ事務所らしくなってきてよかったかな。今日でもホワイトボードを来ただけでこんなに事務所らしくなるのね。何にもなかったの。進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん社長すいません、本業の方で電話してたので遅れました。ああ、ありがとうございます。いらっしゃいますね、まあ僕より大事な本業があるんですよね。ああ、そうですかね、出てね、みんなにね、僕を見せていけばいいわけですよ。ウイローさん、テマちゃん、しばかれるね、それでね、カッパさんへのね、西川先生のね、カッパさんへっていうサインを貼ってるのもすごいな。カッパさんって誰ですかみたいな。カッパさんって誰ですかっていう聞きたくても困るんだけどね。あ、しかもこれ破けてもってるやん、これ。ああ。まあいいか。うちの猫ちゃん破っちゃったのかな。進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、尻穴に熱した鉄の棒入れるのは勘弁してください。どういうこと。ということで、皆さんのね、あれですよ、サインもね、事務所に送ってくれたらうちの事務所で飾っておきますんで、事務所にパンフレットをスタンドかなんか置いて、みんなのサインとか、営業してもらえたり、パンフレットとか、ね、どんどんうち置いといてもらったら、ね、勝手に代理店営業しますんで、で、売り上げのね、何パーかをキックバックをやればね、頑張ってインセンティブを稼ぎますよ。はい。対象はね、法人でも個人でも、僕らのどちらでもいいので、訪問販売までやってましたからね、何でもやりますよ。はい。月給とかね、その固定費いらないですから、完全フルコミッション制にしといてもらえればね、僕もね、できる時とできない時があるので、できる時だけね、やって、売り上げだけ上がれば、それだけの報酬だけもらえればいいのでね、それをね、またこの、K2 プランニングのね、悪の組織の資金にしてね、どん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 悪の組織を大きくしていってね、ちょっと観葉植物を置きたいな、みたいなね、今日言ってたんですけどね、ちょっと葉っぱでも置いといてね、スーハースーハーしたいな、でもここ禁煙か、くそ。進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、この絵の手をテマンにしてください。え、どういうこと。この絵の手をテマンにしてください。テマンにする、どういうこと、ね、まあ、またドキュンちゃんがね、時間が空けばね、デザインの方はいろいろやってくれたりするかもしれないですね。あまり彼女にも仕事を送りすぎてね、儲からない仕事ばかりさせてもらえないので、ちょっと儲かっていくようにやってもらっていいのかな、うん。ちょっとホワイトボードっていいっすよね、便利ですよね。あるだけでなんか事務所感出ますよね。本当に。なかなかね。いいね。朝比奈エミリーさん、ただいま。おかえり。ね、エミタ、今から事務所来ない？今日僕は帰り電車だけど、帰りは電車だけど、帰りは電車だけど、谷急とか、谷急とか、谷急とか。朝比奈エミリーさん、大阪と東京どっち拠点にしたらいいかな。朝比奈エミリーさん、来いって言うなら行くよ。マジで来るんすか。すごい責任感じるから、来いって、来いって。ウイローさん、今から行くわ。来いとは言わんな。責任感じるから。来るなら来た
してるの濃いとは言えないですね。怖いな。それでもエミタンは どう考えても何その選択で組めた東京拠点でしょう。ね、進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、大阪行ったら居酒屋連れて行ってください。うーちゃんは今から行くわって、あなたバイトは、うーちゃんバイトどころかさっきのそのオーディションも、ウイローさん新幹線のグリーン乗るから電車代ちょうだい。おじさんが夜行バス行き会一緒のに、なんで君がグリーン車乗っとんねん。あかんかん、あまにね。っていうかうーちゃん、そのさっきのオーディションのやつはどうなんの。朝比奈エミリーさん、帰りにほいってタクシー代1万くらい渡してくれるの知ってるし。大阪行ったら居酒屋連れて行ってください。居酒屋どころかあれですよ、難波の港町の裏の安いホルモン屋行きますよ。ウイローさんだから蹴ったって。日本橋かどっかのね、安い立ち飲み。進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、未来のスターに投資もできない社長。そうそう、だから新幹線のグリーン代は無理やわ、うん、ね、帰りにほいてタクシーで1万円くらい渡してくれるの知ってるし。そんなこと一度たりともしたことないけどね僕、うん、だってこの間もね、ウイちゃんと別れる時もう自分のバスが遅れるのが必死で、もうそんなところにも気もつかずね、電車に乗った挙句の果てに、バスに乗り遅れると。でそのバス代を無駄にして別のバスで帰ると、うん、まあそんなぐらいでしょうかね。だから朝日奈エミリーさん、かっこいいよな社長。マジで蹴ったん、なんちゅうことしてるの。進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、安いとこでええねん、パクチョンと飲みたいねん。ねえ、未来のスターに投資もできない社長。そうだからね、僕一人でちょっと荷が重いから、そういう時はねカッパさんを巻き込みます。かっこいいような社長。社長かっこいい。朝比奈エミリーさん、日当1万もらいに行こうかな。安いとこでええねん、僕ちょっと飲みたい。あ、マジですか。いや全然いいですよそんな、うん、安ければまあ安いほどいいんですけど、高いとこもね行きたいんですけどね、もうちょっとここ最近ねほんまに僕金使いすぎで、朝比奈エミリーさん、安いホルモン屋は大体うまい。日当1万もらいに行こうかな。エミタン1万円で言うこと聞いてくれんの。マジでそんなん、もう僕デリヘル呼ばへんで。デリヘル我慢してエミタン呼ぶで、そんなん言い出したら。だいたい90分で2万から2万5000かかんのにね、エミタン1万円でいいんやもん。進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、でもどこに吐くまろっかな。エミタン呼ぼうかな。安いホルモン屋はだいたいうまいね。だってめっちゃ食っても3000円とかですもん。何人か4人5人で行っても。そんなの飲んだり食われたりせえへんのみたいな。まあまあいつもね、そういうとこ行くのは、おっさん、リストラされたおっちゃんたちと行くからね、そういう安いとこ行ってね、その人らあんま食えへんからね、テーブルの上に置いたらただで食べるネギばっかり食うとるからね、もうほんまね、あの人ら、一人はもう完全に小食なんですけど、リアル小食なんですけど、ね、朝比奈エミリーさん、そういうとこ連れてけ、教えろ。ほんまね、恐ろしいですよ。でもどこに泊まろうかな、泊まるとこね、事務所全然泊まってもらう分には僕は構わないんですけど、多分泊まるような設備は。朝比奈エミリーさん、絶対生ビール美味しいやん。やっぱ他人居に一部屋ね、昔帰ってたみたいに、何そういうお姉ちゃんが泊まる部屋っていうのがね、何個か持ってたんですけど、そういうとこはまた借りなあかんのかな。4万ぐらい、月コス4万ぐらいで。朝比奈エミリーさんってまたんうち来たらええやん。マジで。カッパさんさん、ここで焼肉やろうぜ。そういうとこ連れてけ、お知る。知らないですか、港町の角屋とか。めっちゃ安いっすよ。生ビールね。ウイローさん、キャパシャーン。進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、社長酒がなくなりそうです。買ってこい。なんでなくなりそうだよね、買ってこい。まあね、エミタンがうち来たらええやん。カッパさんさんの、ここで焼肉やろう。アミさん、風船をプレゼントしました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 。ありがとありがとありがとね、ありがと風船、ありがとね。朝比奈エミリーさん、社長貯金が底つきそうです。小遣いよこせ。カッパさんさん、金増えてる。
進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん噂したらカッパさん来た。アミさんどうもアスタリスクの。ウイローさんパクチョンキンよこせ。カッパさんさん毎度の。アミさんわらわらわら進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさんカメラに近いわボケ。小遣いよこせ。なんだと？エミちゃんほんまに1万でいいの？1万でいいの？マジで今日ちょっとデリヘル行こうかな思っててんけど、それがウイローさんアホや。うん、金増えてる？いや増えてはないです。残念ながら1万増えて2万使って1万増えた感じです。噂したねカパさん来ましたね。あーアミちゃんどうもね。僕ちゃん金よこせ。だんだん口悪なっとんな、どいつもこいつももうね。ということでね、あーみちゃんありがとうございますね。カメラに近いわ、ボケ。倒れちゃった。よいしょ。ね、アホや。アホです。大体アホです。大体アホなこと言うとかんとね、配信者なんかね。まともなこと言ってただけやったら数字も稼がれへんしね、かそっていくだけなんでね。大体言ってることの9割ぐらい、冗談で1割嘘ぐらい言うとかんと。大体アホなこと言ってたら間違いないです、ね。ということですね。うちもね、不動産事業にもね、これからちょっかい出していきますんでね。その辺はね、不動産事業 と、芸能プロダクション事業の。アミさん、じゃあ、8000円ください、わら。経営コンサルのところはね、あそこにも書いてあるよね。カッパさんを巻き込んでいきますから。カッパさん巻き込んでいきますから。ウイローさん、うちの枠カッソ、真面目配信してるから。ねじゃあ進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん後ろ下がるとハゲしか映らんぞ。ちょっと待って、エミタンも1万円だけどアミタンも8000円でマジか。8000円、2000円映り込むよ。マジか、マジか。8000円、1万円映り込む。マジで映り込む。くる、これで映り込む。マジで。ウイローさん、じゃあ500円ください。デリヘル今日4万と、エミタンとこ行ってからアミタンとこ行ったら1万8000円ですもん。普段1人に2万5000円ぐらい払ってるテリヘルを我慢したら、1万円と8000円、1万8000円ですもん。マジでマジでマジで。進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、値は5000円でいいよ。アミさんを釣り出しますわら。まあね、最初はしゃんっていうか、まあ僕、おじさんも別に大手でもなんでもないしね。いつもこれぐらいのね、カスワークで楽しんでますからね。こっちが楽しめるかどうかだから気にしたら負け負け。後ろ下がるとハゲしか映らんの。うっさいね。500円ください。ういちゃんどんどん安なっとんな。てまちゃんの方が高いや。てまちゃん5000円でマジで。ってことは、えみたん行ってあみたん行ってういちゃん行って、てまちゃん行ったら18500円、23500円で済むから、いつものデリヘルで1人呼ぶの我慢したらあなた4人呼べんの。いや4人呼ぶって意味分かれへん。4人呼ぶの意味が分かれへん。で、なんで1人テマちゃん入ってんの？どんなプレイすんの、テマちゃん。まあいいや。お釣り出します。マジっすか？お釣りまで来んの？いや、もうそんなん、お釣り2000円って言ったら、いや、まあチップ円たったきーって言ってまうよ、僕。チップあげようか？チップあげてあげろって、それも、チュチュンって、おパンティーに挟んだりとかね、胸元にチュンって、チュチュンチュチュンチュチュンってね。ってね、こんなんばっかり言ったらね、ほんまにそんなんすると思うでしょ、ね。デリヘルなんてもう何十年も読んだこともないわ、ね。読んでみたいなっていう妄想だけでね。進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、社長のためなら我慢します。ボーナスよろしくね。ウイローさん濡れた。どういうこと？何を我慢してくれるの？ボーナスよろしく。
だからボーナスをたくさんもらえるぐらいね、K2 プロダクションをね、みんなで爆撃にしてもらったらね、そう利益の分配はしますよね。だから、K2 プロダクションがね、1億円儲かったらね、みんなにはね、100万円ずつちゃんとプレゼントしますから。頑張って稼いでくださいね。ということです。濡れた。ういちゃんは何、チンチン立ったり濡れたり大変やな、ほんまに。アミさん、バスの中で笑っちゃいました。アスタリあ、スごめんなさい、ク、アバスの中ハハ。でした、ごめんなさい。ね、バスの中でした、ごめんなさいね、これね。それはやばいな。コメン進トで呼撃ばのれる手わ、こマんンな、ゲこリれ。オン、アットマークドキュンさん、裏金でよろしくね。あ、裏金って書いてたの、びっくりした。パッと見、黄金でよろしくねって言うから、え、もうみたいな。この時間でもうスカトラ行くのって早くない？まだ夕方5時よみたいな。まだ嫁もパートから帰ってきてへん時昔の間、ヨモもうさみん、たいどうなね。もーです。ういろうさん、ティンティンが濡れたお口で拭いて。誰これ？ ちょ、誰これ？ちょ、すごいの来てんけど、これ誰？ 誰なんやろ？そもそもの人がわからんけど、まあ、一応このアカウントさんで進撃は、の手マンゲリね、オン、アットマー新規クドさんキュンが、さん、わらわら。ね、初見さんいらっしゃい。どうもでーすって、ね、ふかしとんよ。なんだよ、お前ら。俺見せたじゃねえか。取引履歴見せてんじゃねえか。なんで見せたら見せたで見せろって、いや、嘘だろって言うし、見せなきゃ見せなきゃ見せろって言うし、なんなんだよ、お前ら。なんで信用しねえんだよって。いや、信用できへんことばっかりしてきたらあなたが悪いね。って人が言うてますよ。僕はね、ヨマさんのこと知らないですから、どうでもいいです。はい。ティンティンが濡れたお口で拭いて。え、おじさんがティンティンをお口でくわえるの？もう、それは怖いわ。そんなプレイしたことないわ、今まで。おじさん、そういうことしたことないからね、本当に。ね、何年かぶりにね、もうお金払って、ココちゃんとね、チッ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 しましたけどね、チッチッチッってね、もうほんま何年かぶりでしたよ。嫁にもしないぐらいの愛をね、一生懸命頑張ってね、ココちゃんにしてね、お互いね、サービス合戦しあったよね。まんまとクラリになってね、尿道炎になってね、ジスロマックにグラ昔ムの流さヨれモましたさね。ん、資産25億円あるので仕事はふわっちの監ジ視をスロしてマまックす。2グラアムミ飲さんん、だ台次風の大日は丈夫だっもうすった。げえ下痢やったからね、もう止まれへんぐらい下痢やったからね、もうそ進ういう時撃は。の手マンゲリオ資産ン、アット25億マーあるクのドでキュンさん、ヨモの存在だけで笑える。仕事はふわっちの監視をしていますって言いながらね、資産が何億もあるって毎回毎回言うててね、毎月何百万も稼いでるって言ってるのに花火を起こせようって意味がわかんないですよね。まあいいんじゃないですか。まあまあ、何、今ほんでまだ誰一人捕まってないんですか、界隈は。銀猫界隈は。だ今度東京行った時はちょっとね、銀猫さんもね、ちょっと一緒にちょっとだけ飲んでみたいなと思いますけどね。あんまり飲むとね、人寝るんでね。ちょっとだけ飲んで、ちゃっちゃと返してね。あ、お疲れさん。がっつり飲んだら寝るでしょ、あなたはね。だからね、ちびちびぐらいにちょっと飲んでみたいウなイと。ローさん、資産800円あるので、パクチョンに貢いでます。台風はどちらかというと、昨日の方がひどかったですね。まあ、さっきもちょっと雨降ってたんですけどね、愛人とイチャイ進チャしてる撃時のね。手マンゲリオン、アットマークドまあ、キュン台さん、風が風来て船を大プ雨レが降っゼンてたトおしかまげでしね、た。愛人とね、イチャイチャイチャできたね、それはそれでよかったかなと思いますけどね。ヨモの存在だけでね。あんま言うたらまた、なんか雑魚が俺のこと言ってんだろうってどうせ言われるからね、もうあんまり僕言いたくないんです。はい。資産800円なので、僕ちゃんに見過ぎてます。ちょっと新曲を考えながら、常に考えとかなあかんよ、本当に。あなた、何、もう中途半端にやろうと思うんやったら、まあまあええねんけど、ほんまアにミやりさたん、くてええ、ね、他私のがこいるのとをに、ね、やるんやったひら、どいアスタリスク、アスタリスク、そうねかな。まあまあ今もね、楽しむのも大事なんだけどな、若い時は若い。でで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 ありがとう、ありがとう、ありがとうに。ありがとう、風船、ありがとうに。進撃の手マンゲリオン、アットマークドキュンさん、DM で風船よこせって入れるのはやめてください。
ひどい。いや、あのね、あの、あ、そうなので、僕、あーみたいなだけですよ。僕、あーみたいな一筋ですからね。ウーキなんかしてませんですよ。DM で風船をこせって。DM で言うんやったら、せめて花火をこせって言うでしょ。ね。ね、あの風船1個あげてもらってね、あの時間稼ぎしようウィなんてローね。さんへ、ウィちゃんは。僕はウーイちゃんだけですよ。なんのキャラやねん、これ、ほんで。どこで着地点どこ？僕の着地点どこ？これ。よう分からへんけど。ポスター貼ってくれてね、ホワイトボードが来ただけでね、こんなにね、あ、そう、カッパさんまだおる？カッパさん、西川先生のね、進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、透けた目が泳いでる。西川先生のサインいがんどんな、ほんで、下のサイン、郡山サインって書いてるのは何なの？あかんやろ、それ。ね、カッパさんやね。カッパさんへの西川さんのね、西川さんのサインは、ね、ここにちょっと飾ってますけどね。まあ、カッパさんもね、来れるようになったらね、大阪に来ていただいて、伝えた際にね、西川先生のサインをね、見ていただいていいかなと。これいいな。この段ボール大きくていいな。これ、このまま置いときたいぐらいやん。この段ボール置いといたら、とりあえず玄関からパッと人来てもビーンし、これ置いとこうかな。ちょっとも置い進とこう撃か。のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、おいらもサイン考えなあかんけ。ウイローさん、僕のサインはコリコジさんへって書くね。何なんすか、コリコジさんって。 なんかすごいおじさんっぽいし、なんかコリコジさんっぽいし、なんかもういろいろな人が混じってるっぽいけど。所属タレントはみんなね、自分でサイン考えてくださいね。あれですよ、サイン考えて、100均飲んでも何でもいいので、色紙に書いて送ってくれたら、配信上ね、使うかもしれないですよ。使われるかもしれないですよ。だから送っといてね。なんかもう、うちの事務所属タレントこんだけいますみたいな、はったりかますぐにね、そこの場面を移して、そこに、皆さんのね、サインがあるかもしれないので、ぜひね、いろいろ考えていただいた際に、ね、送っていただいたらいいのかなと。進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、僕らんでわかりもまし持った。てくわ。ね、持ってきてください、ぜひね。はい。ということでね、まあ、こんな感じですね。どうですか。それらしく見えるでしウょィローさん式しか買うお金がないです。え、100均で売ってんじゃんの、今時って。100均で売ってないの？まあ、800円知らなかったら、ちょっと100円は大きいかな。かもしれんけどね。いや、ちょっと事務所がね、居心地が良くなってきて、もうこのまま行ったらあれよ、今までもう事務所なんか行けへんわ言ってたのに、下手したらこれ家帰れへんなりょう。 事務所居すぎて、これまた嫁怒られるもん。帰ってけへん、最近帰ってけへん、絶対言われ進る撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、経費で落ちますか？いや、別に、式次第ぐらいは全然、領収書持ってきてください。レシートでいいですから。はい、全然いいですよ。最悪ね、K2 プランニング自体ふかをし分の裂よさもせさん、指て、揮者雇う金まであります。FP キャリコン事務所 K2 プランニングと、K2 プロダクション K2 プランニング、鉱物 K2 プランニングでね、どんどん分裂させていって、いろんなとこで経費ばっかり使う会社、ペーパーカンパニーをたくさん作ってね、どこで儲けても税金かかれへんような仕組みにして、いいんじゃないですか。はい、でそこで逆にうちで雇用されてることにして、雇用保険をかけつつ、皆さんはね、給料という名目でね、その収益を吸い上げていっていただいて、みんな頑張って稼いでくれたら全然分配はしますよ、僕。独り占めしようとは思わないですし、そもそも僕は僕で本業あるんで、そっちで金稼ぐだけなのでね、ここをもう、なんていうのかな、踏み台にしてもらったらいいのかなと思いますけどね。
進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん社長サインがうまく書けません。指揮者を雇うお金まである。さすがヨモさんですね。ヨモさんってあれですよね、ニコ生の有名なお金持ちの方ですよね。25億円持ってはってね、何ですか、毎月毎月あれでしょ、資産を倍増させていってる方でしょ。ね、もう何年も資産を倍増していってるから、進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさんだからハゲしか映らないって。社長サインがうまく書けません。頑張ってください。練習してください。だから激しく映らない。どういうこと？激しく映らないってどういうこと？激しく映らない？え、こうやって激しく映らないの？え、てこと激しく映らない？激しく映らない？なんか例が映ってるの？やめてくださいですよ、こう怖いこと言うのね。ちょっとどっちで、もし言ってたらね、怖いの。焼き鳥の代議士システムの人らがね、なんかあそこの事務所電気ついてるけど、なんか看板もまだ上がってないけど、変なこと一人でブツブツブツ言うとんだよ、このおっさんみたいな、ね、進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、ゆらめくハゲ。え、ハゲ、そんなに映ってるハゲ映ってないでしょ、ハゲってな、ハゲなんてね、僕フサフサですからね、フサフサ。ちょっとウイちゃんフサフサって言っといてね、おじさんフサフサやったでしょ、ウイちゃんね、っていうかドキュンちゃんが出てけえへんな。ゴリラに迎えに行ってから何忙しくて出てけえへんのか、まあまあ眠そうやったかな、ドキュンちゃん今日。だからちょっとあんまりね体調もよろしくないみたいでね、あれはやばいな。あれはやばいな。進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、いつアメリカのかましますか。パッ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 パ、やろうと思えばできなすくはなさそうかな。あの扉のとこをね、音漏れ専用にちょっと改造して、で進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、ミチル大丈夫か。あのアメリカのかければまあまあアメリカのできないことはないかな。いやいや、あの本当ね、やばい感じですよ。あのだいぶとげっそりになっててね、あれ下手したらもう強めのね、あの抗生剤出されてね、医者もあの、病名がわからないって告知されてないらしいので、まあ、来ちゃうかな。そうだ、帰りね、駐車場代出そうかって言ったら、いらない、そんなぐらい金あるわって怒って帰られた。あんまりね、言い過ぎたら気悪いかなと思って、せっかく来てもらってるからね、悪いなと思って、駐車場代出すよって言っただけやったんですけどね、なんかもう割り勘がいいとか言い出した。結構だからね、あの子はあの子でね、気遣いなのにね、別にね、僕が好き勝手やらせてもらってるやつに付き合ってもらってるだけやから、いやそのね、気を使わなくていいんですけどね。ウイローさん、わーわー。もう早いね、もうあっちお前ね。ウイローさん、次枠。進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、チーン、人。進撃のテマンゲリオンアットマークドキュンさん、わーわー。ね、まあ、そのままでね、あれですよ、人間ね、命を粗末にしてはいけませんよ。ですから、日頃のね、体調管理も、ね、しっかりしていただいた上でね、健康診断等もね、怠りなくね。